のろぺこショップチャンネルです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い猫の生地でガマグチポーチをご紹介していきます。また動画の最後に一つ一つ作品番号とお値段をご紹介していきます。529番は縦型ガマグチです。こちらメガネも入ります。またお店でお話しするとスマホなど入れて持ち歩いている方もいらっしゃるようです。かわいい黒猫の生地です。形が縦型なのでバッグの中にも入れやすいです。こちらの5点は持ち手がついているガマ口ポーチです。形が同じなのでまずはこちら451番で詳しくご紹介します。ちょこっとそこまでお出かけするのに便利な大きさです。通帳も入る大きさです。またメガネなどを入れても良いです。こちらお薬手帳、持ち手がついていますが取り外しができます。記事をアップで撮影します。こちら猫の生地なんですけど、後ろにも黒猫がいます。バッグの内側ですが内ポケットがあります。そして底部分のまちです。525番です。526番です。527番です。528番、黒猫が鍵盤の上を歩いている記事です。作品番号とお値段を一つ一つご紹介していきます。通販ページはお店のホームページのろぺこ新入荷情報2018年4月26日の中から作家さん個々の通販ページをご案内しています。動画の中に途中表示されるカードをクリックしていただくと入荷情報ページに移動します。ご覧になってみてください。529番、1320円。451番、1980円。525番、1980円。526番、1980円。527番、1980円。528番、1980円。ご紹介の作品はすべてハンドメイドのためほとんどが一点物です。すでにお嫁入りしている場合はごめんなさい。またのろぺこのお店は常時委託作家さんも募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。ご出店の詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいてお店のホームページをご覧ください。